かつてはたくさんの仲間を道連れにしたドギラゴンバスターの相棒、そして今はランブルマシン GWD、 非文明6コストのビートチョッキー、パワーが5000、バットアクションダイナマイト2、このクリーチャーの召喚コストを2少なくしても良い、そうしたらこのターンの終わりにこのクリーチャーを破壊するスピードアタッカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時またはアタックする時相手のクリーチャーを1体選んでも良い、その選んだクリーチャーとこのクリーチャーをバトルさせる、このクリーチャーは可能なら毎ターン相手プレイヤーをアタックする、自分のクリーチャーがバトルに勝った時カードを1枚引く、現在は火水闇のサガに採用されています。さて改めて火水闇、通称クローシスサガについて解説しておくと、1、自分の動きは水闇型よりちょっぴり弱くなります。2、その分100機のジャオモンで速攻デッキも完封できます。3、非文明入りならではの壊れカードや汎用カードも強力です。そんなクローシスサガですが、水闇型のようないい感じの多面除去が少なく、メタクリで遅延されやすいというのが課題でした。それを一挙に解決するのがこの GWD。 まずジャオモンからめくれて当たりです。速攻デッキ相手はジャオモン効果のバトル、 GWD 効果のバトルで2ドローしつつ2面処理が可能。続いてシンプルに使うと4コストの超強力な除去札兼ドローソースにアプルトコシエなどのメタを処理しつつ2ドロー墓地1枚増加ができる優れもの。ただし1点シールドに殴ってしまうのはたまに傷。余談ですが相手の場にボンキゴがいると殴れないので相手に手札を与えずに済みます。そして相手の場にガイア種がいるとシールドを殴れないのでこの場合のみクリーチャーを殴れます。覚えておいて損はない豆知識。あとこれテストに出るんですけど、デビルドレーン唱えた次のターンにこいつ4マナで走りながらジャンオーモン唱えてきます。気をつけましょう。あとドロー効果強制なので LO にはご注意を。あとスマブラの即死コンボに疲れて DM に来た皆様、大変残念なお知らせなんですけど、 DM でもクローシスサガが即死コンボを決めた挙句こいつの顔を拝むことになります。逃げ場はありません。まあ、僕スマブラ観戦がめちゃくちゃ趣味なんですけど、わかんない人のために言うと、まあ、あのカズヤミシマっていうね、スマブラでめちゃくちゃ嫌われてるのかな、めちゃくちゃ強いって言われてるキャラがいて、まあ、なんかわかんない、まあ、素人でよくわかんないですけど、多分サガループみたいな感じのキャラがいるっぽいっす。で最近 GWD の別イラスト見て、あ、これカズヤミシマじゃんってなったので、ちょっとねネタに入れさせていただきました。死ぬほど話されたんですけど、めちゃくちゃカードパワー高いですよねこいつ。双極編ツインパクト編でしれっと出てきたビートジョッキーなんですけど、4コストのカード1枚で2ドローで2面除去は多分割と今後も現役で張っていけるレベルのかなり当時でも高いスペックだったんで、まあサガにも当然入るよねって感じでした。はい、 GWD 結構馴染みある方も多いと思いますし、再録とかもあるんで、いろいろエピソードあればコメントでお願いします。それではまた次回。